ランク冒険者のスローライフ、星2。初期設定はほぼ29歳独身中堅冒険者の日常のインスパイア作品。主人公は孤児の冒険者のオスであり、孤児という境遇から抜けるために冒険者として生計を立てていたらいつの間にか大成しており、当初の目的である腹いっぱい食べたいという目的は達成していたというシナリオ。このシナリオを29歳独身中堅冒険者の日常で読んだ時に吠え、すっぽいお上手と思った共感を呼びやすい文章をしている。ここからも大体29歳独身ウンタラと同じで体力の全盛期を過ぎたと感じた主人公は花畑が綺麗だった田舎に隠居したいということで田舎に隠居して、その田舎の村の、昔助けて光源氏化しておいた村長の娘のチョロインと相思相愛になるイベントが発生して、二人は幸せなキスをして終了した後に、次期村の村長としてスローライフをたしなみながら落ちてくるクエストをこなすという漫画。この漫画は激しいバトルがあるわけでもなくしっかりスローライフというテーマに基づいてシナリオが作れており木工職人と仲良くなったりといった感じのスローライフがとてもよくできており前半のキャラのネタは29歳のインスパイアだがそれ以降はしっかりオリジナルのスローライフシナリオをしている全体的に読みやすく投資したい時におすすめな漫画。